収まって全ゲーートト入り完了スタししましたまたずは12番プロティオスミノル出ていきますが内は1番レッドヒルシューズ前2頭3番手は内3番のジェットグリッターが上がってその後ろ4番ランスオブサウンド並んで9番ヘクトパスカルその外に13番名勝総月戦団の後ろかわして上がっていく11番マンドローネその後方には 内は5番ツッチーフェイス並んでいく7番モラトリアムこの集団からちょっと下がっていった10番パレド・ジュースティス3コーナーを回っていってさらには14番天のメッセージ差を詰めていって34コーナー中間です800を切って33秒8の 600m の通過その後ろですが内は8番のアイ・オブ・ザ・ストーム34コーナー中間さらには15番シャウビンダーが上がっていって後方には16番ダノン・ティアラさらには2番の名将ヒゾッコ最後方に6番 ベイシャフラワーの展開です。比較的馬群が固まって、さあ、これから四コーナーカーブに向かっていきます。先頭十二番のプロティオス・ミノルリードは、体半分取って、四コーナーカーブ直線に向いています。並んでいく四番・ラン・ソーブ・サウンド、二番手、三番手は九番・ヘクトパスカル。前3頭を広がった馬群の中は十一番・マン・ドローネ。ネさあ、十一番・マン・ドロー。ね。先頭に変わるか。さらには九番・ヘクトパスカル。内は粘っている十二番・プロティオス・ミノル。さらには後方からは八番の。 アイ・オブ・ザ・ストームも追い込んで3番手から2番手に上がった先頭は11番のマンドローネゴーリ2着は8番アイ・オブ・ザ・ストーム3着はどうか9番ヘクトパスカルとさらには5番のツッチーフェイスもその後ろ。